重っ。原木椎茸初めてやな。だから、秋に切って、はい。んで、木の水分を、はい。抜いてやる、はいはい、食菌をしたな夏と、翌年の夏、回してやって菌を。はい。いや、2年以上かかる。そうそう。長いですね。くぬぎとね、はい。奈良。くぬぎと奈良。どっちがくぬぎでどっちが奈良ですか？はい、どうもこんにちは、ケイです。今日はですね、なんとキノコ狩りというか、まあ、キノコの、栽培の方法をですね、学びに来ました。今日は僕の妻のですね、お母さんの、兄弟であるお兄さんからですね、いろいろとことん、学びたいなと思います。はい、なんと皆さん、原木ですよ。菌床、施設栽培じゃなくてですね、山の中で、自然の中で作る、椎茸。このね、栽培の方法、育て方、そして収穫、こちらをですね、体験していきたいなというふうに思います。めちゃくちゃ面白いと思いますので、ぜひ楽しみにご覧ください。それではどうぞ。こっちは大抵209だと思う。肉丸だと思う。204と209、肉丸、はい。なんか、あ、違いますね、傘の色とかが。そうそう。でこれは、あ、すごい、ものすごい原種に近い種類で、こっちですか？うん、はい。204の方、うん、だいたい出してなかったんよ。はい、これだったらね、はい、早いんよ。はい、触ってみたらね、はい、裏が出てないんや。ああ、開いとるやろ。なるほど、はいはいはい、開いてますね。もう開きかけとるぐらいやろ。本当だ、はいはい。ちょっと早いかなぐらい。これですよね。そうそうそう、うん、ここ胞子出すところですよね。そう、うん、こう、なるほどなるほど。種類がちょっと取ってみようかな。取り方はもうこんな感じでいいですか？あ、開いてますね。うん、なもうかも。これ209と204分けた方がいいんですか？分けた方がいいと思う。あ、わかりました。これはじゃあ204で。普段スーパーに並んでるやつはこの209タイプですか？204は、はい、ない。ない。うん、食べてみたい。うわ、ずっしり、重っ。原木椎茸初めてやな。僕、兄さんが、椎茸取りに聞いてた時、施設だと思ってて、こんな山の中にあるんやって思って、びっくりしました。すごい。うわぁ。これは楽しいな。どんどん遅れてる間大きくなってるやろ、はい、あ、本当ですね。あそこ、うん、小ぶりの方が美味しいんですか？ある程度大きい方が美味しいですか？味はあんまり変わらんと思う。変わらず、うん、ただこっちはこれ以上大きいなら。あ、本当ですか、うん、このこの種は。なるほど。へえ、すごいっすよ、皆さん。あ、やばい。これ取るのもちょっと難しいですね。取るの難しい。傘が取れちゃった。ほい。ほい。この大きさで取ると。これ木の種類はなんていう木ですか？
くぬぎとね、はい、奈良、くぬぎと奈良、どっちがくぬぎでどっちが奈良ですか。皮がごつい方がくぬぎ。皮がごつい方がくぬぎ。皮が薄いんだ奈良。やばい、見分けがつかないな。これが奈良かな。そしたらもう全部ごちゃ混ぜで入ってるんですか。入ってる。なるほど。ちなみにこれはくぬぎですか。これとこれが奈良だね。あ、見てわかるんですね。これはくぬぎやね。ちょっと皮がごついや。これは、あ、本当だ。皮が、はい、薄い感じがするやね。ちょっと素人目線から言うとどこが違いがあるかわかんないこの皮のごつさが、はい、これよりは薄いようなし、あ、これはいはい、木肌のところ、この皮と、あの、筋と筋の間のとこがつるっとしてるよ。こっちはガラガラとしてるけど。ああ、ほんとですね。つるっとしてる、これ。あ、ほんとですね、うん。こっちの方がなんか、スムーズ。皮が薄い、こっちの方。あ、なるほど。これって他の椎茸以外のキノコが生えてきたりすることもありますか。もう、食菌しとるけん、はい、その菌を、それで回しとるけん。はい。椎茸以外はちょっと弱いんだろうけど。はい。ほんでも、たまにはあるね。あ、たまには、うん、これキノコ栽培の、うん、なんだろうな、この生育環境っていうのはやっぱこういう風なこうちょっと影になってるところがいいんですか、ね、直射避けて。直射はね、はい、乾燥しすぎるんで、はい、いけんのと、はい、風も良ないんで、はい、風よけのネットハブとか、はいはい、ある程度湿気があっていうようなとこが理想はありそうなんだけど、はい、はい、あ、じゃあこっちはかなりひんやりしてて、うん、ただ基本的に、はい、お札場自体が気温が上がる方がいいんで、はい、南向きというのを理想としてるね。あー、なるほどですね、うん、あ、ちょっと全部次よな。もう気温は上げたいと。はい、気温は上げたくて直射日光は避けたいみたいな。そう。じゃあかなりシビアな環境が必要なんですね。で、人工ほどばいうのはもう完全に周りの数をシャッターを落として、はい、で上からを木漏れ日用の品物で、はい、20センチ間隔ぐらいにして、はい、完全に火をシャッターが進むんじゃないけど、はい、連続で火が当たらんようにする。あ、そうなんですね。ここはなんかあれですね、周りが高い木々が覆われてて、うん、葉っぱもあって、これが落葉樹の方を理想とするのよ。はい、だから夏は日が強いし、はい、菌が生えん、あの椎茸生えん菌、はい、日陰になっとって、はい、で冬には葉が落ちて日光がある程度入って、はい、の方がいい菌、落葉樹。はいはいはい、そういうことか。葉っぱが落ちるタイミングが必要ってことなんですね、うん、葉っぱが落ちることによって冬場は小田場に火が入ってぬくもりが欲しいという。はいはい。で、杉を理想としてヒノキは水を弾く葉っぱが、はい、できれば杉の方がいいんだけど、はい、そんなこと言ったらないわいな杉は珍しいんですか。いや、違う、杉林、はい、ヒノキ林があるけど、うちのはこれはヒノキ林やけん。あ、はい。な、杉の方が、はい、下へ水が落ちるとしたもんない。ヒノキの方が、はい、下へ落ちにくいとしたもんない。ああ、なるほど。だから秋に切って、はい、で木の水分を、はい、抜いてやる、はい、はいはい、でそのまま置いとって、はい、でその後こういう長さにつまえて、はい、でその後食菌をする。あ、なるほどですね。食菌をした夏と翌年の夏、はいはい、二夏、はい、回してやって菌を、はい、で木に完全に木が回った段階で、はい、で起こして収穫までに、いや、2年以上かかる。そうそうそう、長いですね。でそれから出だして、はい、早い木は3年。そ
え、めっちゃ時間かかってますね。あの、なんか菌床栽培とかなんかスプレーでシュッシュってやってたらすぐ出てきたイメージがあったんですけど、菌床は、はい、殺菌して作って、はい、3ヶ月ぐらい寝さすんかな。はいはい。温度管理してやって、はい、菌を回してやって、その後、はい、芽を孵化して収穫に入る。あ、そうなんですね。知らんかったです。この3年近くかかるというか、3年ぐらいかかるっていうのが。原木栽培時間大変ですね。うん、そんなにかかる。時間が大変だし、木が重たい木ね。はい。今はこういうになって、もう椎茸が生え出したら木は栄養取られる木に変わるになってしまうけど。はい。それまでは。結構な重量を全部運ぶっていうと、すごい力作業だ。うん、大変よ。大変ですね。うん、やっぱこれ沖縄県とかではできにくいですか、原木とかは。結局言うたら、はい、菌が出るのに、はい、14度、うん、14度ぐらいじゃなかろうか、メーカーが打ち出しとるのが。あ、そうなんですね、うん、だから菌床で、はい、冷暖房完備で、はい、作るということよね、沖縄なんかだったら。なんか原木じゃなしに、そうですね、なんか施設で、うん、なんかエアコンとなんか蒸気いっぱいバーって湿度をコントロールしてやってるイメージがすごい強いです。こっちでもそういうのしようってどこだかあるけどね。あ、そうなんですね、うん、制御ルームみたいなところで、うん、最近結局言ったら山での原木を拾って栽培する人が順々に減ってきよるんよね、はい、重たい菌ね。はいはい、原木を拾うこと自体が高齢になってくると大変になってくるって、うん、はい。で、菌床は年間通じて生産できるじゃないですか。ああ、そうですね、季節問わず、うん、空調関係入れてるってね。はい、原木でも、はい、夏菌いうて、はい、あるんじゃけど、はい、で、夏に出荷取れるようなんが、はい、でも刺激を与えんとけんね、原木で。水温14度かな。あ、温度の刺激ですか。うん、で、ぐらいのとこへ、はい。乾水、水につけて、はい。で、沈めて、はい。それで、芽を切らすんや。その後、ハウスの中入れて。あ、そうなんですね。これだったら水温が、はい。夏場だったらその14度なんて、はい。無理じゃきんね。確かに、はい。水を冷やすことから考えんと元気。ね、そこまでの設備を入れても、夏の椎茸言うて、はい、感化がせんのよね、薄いのが出て。ああ、でも椎茸の旬って秋以降とか冬とかですか。うん、そうなるよね、原木は。原木は、うん、はいはい。露地でやろうとすると。菌床は、はい、違う菌ね。原木、はい、の方が栄養価も高いし。はい。その効能を打とうったら、はい、やっぱ原木の方がいいよね。ね、正直なもんで、原木の乾燥椎茸があるじゃない、はいはい、それなんかでも機械で乾かしてる菌と、はい、食す前に、はい、1回半日の免疫お日さんに当てて、はい、そんなら栄養分が十分出てくるんよね。ああ、はいはい、なるほど。天日に干してやったらというんだけど、はい、原木椎茸じゃなくて菌床椎茸には、はい、その乾燥してもそれだけの効能は少ない、はい、とは言わいね。ああ、はいはい、いや、一長一短なんですね、この栄養価の面と栽培のちょっと、うん、ね、困難性というか。すごい、これでかいですね。この原木自体は何年持つんですか。菌が生えるだけしか持たん菌、はい、なら、その種類によったら3年、生え出してから3年ぐらいで、はい、もうだいたい木が済む分と5年とか、うんうん、結局一世八世、はい、の種類とバラバラと生える種類と、はい、食菌、あ、食菌、穴開けてね、あ、種菌を打ち込むことを食菌って言うんですね、うん、はい、なんかこの仕立て方というか、原木を仕立てるやり方も立てかけておいて、左右からこの方法がやっぱスタンダードなやり方なんですか。これが木、あの椎茸が傷みにくいとしたもん、はい、あ、そうなんですね、うん、ただ
これは帳面にしとるんで。はい。塗られとる部分もある。あ、そうなんですか。かなり塗られとる。私の場合は。あ、いえいえ、めっちゃでもここすごい取りやすいですね。収穫がしやすくて。なんかこれ原木に使う木のサイズは、だいたいこのぐらいがいいんですか。木を一本元から切ってしまう木。はい。大きいとこから小さいとこまであるよ。あ、はいはい。バラバラにありますよね。うん。だから、大きいとこから小さいとこまで。あ、全部使うんですね。うん、使う。ほう。なんか密集して出てるところもありますね。うん。どうしてもね。ほう、バラバラに出てるところも、密集してるところもあります。おお。うわ、すごい。これ取るのもあれですね、コツがいるというか、あんまり乱暴にやると、頭がもげる気ね。はい、棒の部分と付け根とベルトが外れる気、はい、これ生では食べれないですよね。生では食べれん。ちゃんと火にかけて、けど、はい、これぐらいだったらかまんと思う、はい、あ、本当ですか、うん、ちょっとじゃあちょっと強すぎる気。はい、いただきます。食べてみたいと思います。うん、噛めば噛むほど後半の方ですごい椎茸の味が出てきます。なんか最初はあの椎茸の強い風味とか香りがブワッと出てくるってわけじゃないですけど、なんか10回ぐらい噛むと椎茸の香りがすごいファーッと広がってきますね。すごい美味しいです。この204U は、はい、味も濃いし、はい、あの風味も強いの、はいはい、他の椎茸よりも。あ、これが204ですか。これ、うん、これが204シリーズ。はい、ね、ネットで調べるんだったら幻の椎茸やつで調べたら出てくる、はい、取りました。あ、落ちた。よいしょ。いっぱいついてる、はい、いっぱいなってますね。ここ取るの大変やな、はい、真ん中からで、こっちが破けてたらもう収穫していいということですね。はい、ほい、これもよいしょ、はい、これもよいしょ。なんか収穫するときあれですね、この柄の部分を根元から取った方がいいですね。ん？この収穫するときここ掴んで取った方がいいですね。そう。あのそれ以外だとなんかちぎれちゃいますね。柔らかいから。傘の部分とか。商品価値としては根っこがついてないとき、はい。あ、この根っこですね。確かにこの根っこがついてない椎茸見たことないですもんね。確かに。椎茸って農薬とか使います？もうほぼ。じゃあ椎茸の持ってる抵抗力とかで生きていって育つんですね、うん、そうだね。キウイは使うよ。キウイは結構あれですもんね。果樹って無農薬で作るするすごい難しいですよね。うん、いろんな虫だけじゃなくて菌とかもいる。やっちゃいました。美味しそうですね。ほんと味噌汁とかに入れたり。椎茸をそのまま冷凍にして、はい、でそれから料理に使う人も、一回冷凍にすることによって細胞が死の、はいはい、なら出汁が、はい、入るというっていう人もおるよ。料理する人、これは人の考え方やけどね。はい、乾燥椎茸もあれめちゃくちゃうまかったです。あれ戻し汁とか結構使いますね。うん、
味噌汁はね、それでいろいろやって、椎茸狩りなんて人生初ですよ。もうこれに芽が切って、これをきれいに取ってしまったら、あと1週間か10日の間に、はい、それでそれでまた木が休んで、はい、4月の末ぐらいに芽もう一回切るかなとは思ってるけど、はい、そんな感じだな。あ、そうなんですね。一つ今日休む気な、近所のブロックなんかでも一回収穫してしまったら、一月とか休めて、その後水注入して、それで生やすんやね。あ、そうですね。一回収穫し終わった後、なんかね、休憩の時間ありますもんね。袋かけたりして。金賞もそれで3回ぐらい取るっていう人いますもんね。面白。なんか傷つけずに取る方法を編み出したかもしれないです。こうやって下の方から上にグッと押す。あれ。取れる。収穫しにくい種類。あ、このちっちゃい品種ですね。はい。この方が取りやすかったのか。あ、取りやすかったです。確かに。その種類によって、はい、そういうのもある。あ、そうなんですね。この辺の手間とかも考えて品種の選定とかもされるんですね。これは食べて美味しいという話題性だけで作っているだけ。はい。手間は余分に。あ、そうなんですね。やっぱ美味しい美味しい伝説の幻の下から上にこんな感じでやるとなんか編み出しました。うわ、すごいすごい、たくさん奥に、これ別の圃場ですけれども、あの有刺鉄線じゃないバージョンで置いてるやつですね。あ、木が太いからあれか、有刺鉄線にもたれさせたらガーっていくんだ。ゴマじゃなしに成形ゴマを売っとるんよ。はい、はあ、穴を開けて、はい、そこからほんならそこから芽が切る気にどうしても、はい、うん、はあ、穴が開いたような感じで。あ、そうなんですね。あ、これ一回ドリルで開けて打つんですか。ほう、ゴマを打つんじゃなしに、これは成形言うて、はい、金賞みたいなもんよ。結局大垣金に金を混ぜて、はい、それでそれを押し込む。あ、なるほど。はい、はい。この金は、その木自体に、はい、とんがったようにして、そこに金を回して打ち込む。なんかキノコじゃないなんちゃらだけが出てますね。ああ、それは入ったらいけんようなもん。あ、そうなんですか。悪いもんが。あそこだけと思ったら、うん、めっちゃありますね。まだあと3カ所、4カ所ぐらいあるんで。マジっすか。すごい。売れなかったらね、はい、今のここだけで40万ぐらいしか入らんのよ。あの、食器したやつが、その向こうと上とずっとぐるっとで、はいはい、40万金くらいしか入らんのよ。40万金、はいはい。ほんだら、年間40万で3年売ったら120万やろ、はい、3倍から4倍の面積があるのよ。はい。ほだから。はい。ここが3分の1から4分の1。カブトムシとかも来ます？カブトムシはすごいわくね。あ、本当ですか。カブトムシ取りたい人、すごい楽園じゃないですか、ここ。でも飛んでいくきんね、成虫になったら。そうか、そうですか。このなんか H 型みたいなやつはあれですね、真ん中取りにくいですね。取りにくいき、本当はきちんとするんが、はい、いいんだけど、めんどくさい気する。はい、あ、いろんな仕立て方があるんですね。うおー、はい。これ取り遅れたらダメみたいなことありますか？取り遅れたらダメになるのは、はい、これは取り遅れですか？いや、かまん。これは全然大丈夫なんですよね。取り遅れたらね、これは大丈夫。こういうふうにもう色が、ああ、こういう感じになるんですね。色がまだ綺麗やろ、それらは。あ、色綺麗ですね、後ろ、うん。それは大丈夫。はい、はい。あ、これは大丈夫ですか？これは大丈夫。あ、ここまででも大きかったらジャンボ椎茸で。ね、で、ステーキ椎茸みたいな感じで出てますよね。わ、ここなんか椎茸以外のなんとかだけが。それが悪い
やつよ。椎茸の金は、はい、金が映画にいかん。金の世界ってあれですもんね。すごいなんか壮絶な戦いが起こってそう。そうやな、考えたらな。はい。これすごいよ。撮るの楽しいですね、これ。爽快。これは日焼け。もうそれはダメ。日焼けですか。違う、それはね。はい。これはもうちょっと。はい、ああ、腐敗もするんですね。病気、これも病気の一種よね。よいしょ。これは従来の品種ですね。これ全部持って帰ったんで。え？送ったね。え、これ全部ですか？いやいやいや、そんなそんなそんな。もう。箱詰めしたらお前ポンプで終わりだ。いいんすか？はい、ということでいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ立派な椎茸をたくさんいただきました。お兄さんありがとうございます。椎茸をですね、めちゃくちゃいただきました。で、僕ですね、以前、まあ、お肉が食べれないという時期がありましてですね、もうその時はずっと椎茸ばっかり食べてたんですけれども、まあ、その時もお兄さんのですね、いただいた椎茸にめちゃくちゃ助けられた、時があってですね、もう僕の体の半分は椎茸できていると言っても過言ではないんですけれども、めちゃくちゃ、助かっております。で、今日もめちゃくちゃたくさん椎茸をいただいて、もう本当に感謝感激でございます。ありがとうございます。でも椎茸の、まあ、1年のサイクルとかですね、収穫方法、育て方で、まあ、菌のやり方とかですね、原木の、種類とか、まあ、いろいろ、まあ、勉強になりました。ぜひ、参考になったためになったよという方、井上君よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。椎茸をですね、かなりいただきまして、コンテナ4杯分ですね。ここと大量です。大量の椎茸が、今から沖縄県と友達に、送ります。